皆さんこんにちは。リンク所属ハンマー FM の浜健です。いよいよディオキャッシュが開かれました。来週にはいよいよ世界大会が始まり、一旦大会自体は少し静かになるとは思いますが、前回調査した時にはあった移動アイテムホバージェットが姿を消すなど、競技環境には構成に大きな違いが出てくるシーズンに変化してきました。というわけで今回は先日行われたディオキャッシュアジアの決勝6試合を対象に、インベントリ構成とサージの境界値を調査してきました。今回の動画を見ていただくと、ホバージェットがなくなった環境のアジア競技最前線では一体どのような構成になっているのか、また徒歩環境になった今シーズンでのサージの境界値は一体どれくらいなのかが把握できるはずなので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さて今回は、データの元としてアジアディオキャッシュの決勝から6試合すべてを見てきまして、インベントリは第7エン時点での6試合すべて、そしてサージについては4試合から90人、74人、60人、50人、40人、36人を算出しています。というわけでまずはインベントリ構成から説明をしていきますが、今回も武器、移動、回復の3つに分けてまずは構成を説明していって、その後に各々の詳細を見ていこうかなと思います。そして詳細を説明した後に現状のおすすめディオ構成も説明していきますので、楽しみにしていてください。今回移動枠としてはホバージェット、フローフィズ、フローベリー、ショックウェーブとなっています。すでにアーカイブに行っているものもありますが、集計上は問題ないので画面上では出していますが、まあ無視していてください。それでは早速まずは構成から見ていきましょう。多い構成としてはやはり今回も武器に移動1、回復2の212構成となりました。全体の構成率としては 56% となっていて、前回の動画の EU パフォーマンス検証の時は 39.5% となっていたので、フィズ2人持ちっていうのがホバージェットが姿を消してさらに構成比率としては上がってきているという結果になりました。そして2番目が武器に移動0、回復3の203構成、構成比率としては 12.6%、EU パフォーマンス検証では2番目にあった構成としては武器に移動に回復1の221構成っていうものだったわけなんですけども、当移動シーズンに変化したことで回復重視構成に変化をしてきています。そして興味深いのが3番目から5番目までの構成っていうのが5枠が埋まっていない構成となっているんですよね。今回の調査は第7円のタイミングにおいての構成確認ですので、第6円での移動までに持っていた回復などが削られているということになっています。それだけ徒歩移動シーズンで先に円に入っていけるポジションを持つ利用がかなり有利であったり、あとは移動中に当てられるケースっていうのが圧倒的に増えたということですね。今回構成表の下にマッチ別の構成推移っていうのを載せているのですが、4マッチ目より武器に移動1、回復2の212構成の比率が下がり、逆に回復重視構成の203構成が増えてきているということがわかります。これは大会後半の3マッチに向けてやはり回復が辛い利用が増えていて構成を変えてきたということが読み取れます。それではいろいろ変化があった各構成の詳細というのを見ていきましょう。まずは武器枠です。現状アジアにおいても1番人気のショットガンっていうのはやはりゲートキーパーとなっていて、2番目がポンプと、まあ、なっています。ソブリンショットガンは4試合目でポンプと同じ構成率となりましたが、うまくいかなかった利用が多かったのか5試合目からは一気に利用率が低下しています。ゲートキーパーでモッドすること自体は前のシーズンからも規定路線ではあるので、今シーズンはゲートキーパーが消されない限りはゲートキーパーが主流と、まあ、なっていきそうです。次にアサルトを見ていくと、点打ち中心でストライカーバーストがやはり1位ということになりました。保持率は驚異の 60.2% と、まあ、なっていて、2位のアサルトはストライカーアサルトとなりました。ストライカーアサルトの保持率はほぼ EU と変わらなかった様子ですが、アジアではモナークピストルが割と持たれていました。
まあ、デュオとして人気なのは2人ともバーストが一番多かったと、そういった結果にはなりましたが、バーストとストライカー、もしくはバーストとモナークといった構成もよく見られて、それぞれ得意なサージの稼ぎ方に合わせて構成を変えているという感じです。 SMG は持っている人の方が珍しいという状況が浮き彫りとなっていて、長方形を持つのであればやはりモナークピストル一択という結果になりました。そして移動枠です。移動枠はもはやフローフィズとフローベリーの2つのみとなりましたが、フローフィズは脅威の 64.2%、 3分の1のディオっていうのはフローフィズをお互いに1本持っているということになっていきます。回復としても兼用として使っていけるので、場合によっては2本以上持っているディオも中にはいたという感じになっています。それでは最後に回復枠です。ここはミニポ、メディキ、デカポ、チャグスプの順番となっていきました。ミニポはいつもであればだいたい 45% 前後といったところですが、今回は 63% が保持していて、ほぼフローフィズと同じ保持率となっていました。あと回復自体はメディキかデカポの半々という感じで、やはりチャグスプ自体はスタックがしにくいことであったり、また手に入れたとしてもすぐに使ってしまうということが多くあり、計測のタイミングで保持できているプレイヤーの数というのはかなり少ないことが分かりました。というわけで全体的な構成と各詳細について見てきました。それではディオのおすすめ構成を説明していきます。選んだのは2人とも212構成となります。具体的には1人目がゲートキーパー、ストライカーバースト、フローフィズ、ミニポ、デカポ、そして2人目がゲートキーパー、モナークピストル、フローフィズ、ミニポ、メディキと、そういった構成になっています。まあ、チャグスクが、6スタックで持てている場合に関しては、1人目のミニポをチャグスプにしてもまあいいんじゃないのかなとは思います。あと2人目のモナークピストルは今回徒歩移動シーズンになったということで、弾丸数も全体的に重要になってくるっていう側面と、モナークピストルはピークして当てることで70以上カットすることができて、サージを稼ぐ面でも大きな手助けと、まあ、なっていくっていうところから、今回は中高系武器と小高系武器の構成と、まあ、そういった形にしています。ショットガンは選択されているものが多いゲートキーパーにしてありますが、まあ好き好みやレアリティの都合もあるとは思うので、ここはケースバイで持ち替えていきましょう。さてというわけでインベントリの構成をお伝えしました。次にサージの情報をお伝えしていきますので、ぜひですね、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。サージは、ディオキャッシュ決勝から4試合を対象としたデータとなります。90人から36人サージまでを調査対象のディオで、全てダメージ数をカウントして今回も計測をしてきました。全て目視でカウントをしているので、リプレイフリーズの間で計測できていない部分も多少はあるので、信頼度 90% 程度で見てもらえれば十分かなと思います。こちらの表の適正値としてあるのが、偏差も含んだ各人数においてのサージ境界値となっています。注意点としては、この数字は警告が発令した時点ではあるので、実際に発生したタイミングっていうのはもう少し後となっていくことから、これにもう少し足した値にはなるということです。ただし60人とか50人のサージの境界値に関しては、即時切り替わって発生しているマッチも多いことから、適正値の値はほぼ正しいということになりそうです。ちなみに一番上の平均ヨダメっていうのは、計測したディオにおいて各計測タイミングにおいて、稼いでいた平均獲得ダメージ数と、まあ、なっていきます。そして平均境界値は表示された警告表示値と、まあ、なっています。私が計測するディオっていうのは比較的計測がしやすいように終盤まで生存している、かつサージのダメージ境界値が高くないディオっていうのを選択して計測をしていますから、与えているダメージ数自体はサージをクリアしているディオの中では少ない方ではあると思います。下に前シーズンのディオキャッシュで計測した数値を出していますが、50人サージでは200ほど数字が変わってきています。こういった部分を見てもオーバージェットが消えた影響は大きく、徒歩環境で火ダメが拡大することでサージの境界値が上がっているということになります。
対面で稼ぐというよりは移動しながら稼いでいく動きや先に円に入って円の外を打っていくという結構クラシックな動きが強いのかなといったシーズンになっているようですので、大会でサージに苦しむことが多い場合は移動のタイミングや経路をしっかり設計しておきましょう。さていかがだったでしょうか。今回は直近で行われたディオキャッシュからアジアの最新構成とサージの情報についてお伝えをしてきました。正直鬼門となるのは相変わらず第6円第7円となっていて、第7円が出現するタイミングでどれだけ資材と回復を保有できているのか、そういった部分で結果はかなり異なってきているという印象です。特に第6円が出現したタイミングでストームに変化していく非武装地帯をうまく使えるかどうかが結構重要かなと思います。非武装地帯への移動の仕方についてはシーズン2にはなるんですが、カミセティの動画を上げているのでぜひ参考にしてみてください。はい、ハンマー FM ではハマケンの独自視点で面白いなと思ったことを動画にしていきます。またこんな動画が見たいなという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。あと今回もコメントをお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考に少しでもなれば幸いです。それでは